今回は当店のデモカーとして新型フリードが納車されました。どうも、サムライプロデュースのジンです。今回は当店のデモカーとして新型フリードが納車されました。かなり可愛くなりましたよね。今回の動画では当店が販売している新型フリード専用カスタムパーツ紹介していきたいと思います。紹介しきれない部分もあるので、そちらは商品ページでご確認くださいね。パッと見るとかなり可愛く感じますけどね。この車のライバルはね、国産車ならシエンターかな、で会社ならフィアトのパンダとかフルトのパンクとか、おしゃれでもおしゃれです。インカーとして使い勝手が良く、とても優れた車だと思います。それではまずフロント部分から見ていきましょう。今回のフロント部分は少しステップワードエアが自宅になったような見た目ですね。今回新型フリードのフロント部分に装着できるカスタムパーツは少ないんですが、まだ開発するパーツを検討中なので、開発したし改装パーツなどはあれば期間に教えてくださいね。あ、でもこちら一つのパーツがございます。こちらフロントコーナーガニッシュっていうパーツがございます。この純正の塗装面に装着するパーツになります。少し物足りない塗装面にアクセントって感じですね。でカラーも3色がございます。ブラック表面と鏡面仕上げとサテンシューバーですね。お客様の好みに合ったドレスアップをご選択ください。フロントのデイライトやウインカーランプもおしゃれで、最近のクマによく見られるスタイルですね。また新型フリードにはロスターというグレードもあり、少しワイルドでオフロード感のあるかっこいいデザインが特徴的ですね。エアとクロスはどちらも魅力的なラインアップですよね。それではサイド部分を見ていきましょう。サイド部分はね、当店ではいろいろなカスタムパーツを開発したので、一つずつ紹介していきますね。まず定番のパーツですね。ウィンドウドリームガニッシュとサイドガニッシュですね。こちら2つのパーツはフロントコーナーガニッシュと同じ3色ご用意しております。サイドガニッシュとフロントコーナーガニッシュ同時に装着することで一体感を演出して、かなりおすすめのコーディネートになります。で、あともう1つのカスタムパーツがございます。ドアプロテクターマグネットタイプですね。ドアプロテクターは2色から選べるので、お客様の好みに合ったドレスアップを選択ください。ちょっとマイナーチェンジ後の新型フリードのサイド部分をチェックしていきましょうか。サイド部分のデザインはマイナーチェンジ前と比べるとかなり変わりましたね。サイド部分のデザインは全体的に少し四角なり、マイナーチェンジ前よりも引き締まった印象ですね。窓部分も四角になり、視界が広がって中から見やすくなっていますね。見晴らし良さそうですね。ドライブの形式もよく見えるんじゃないかと思います。そしてタイヤサイズは旧型と同じ185-65R15 で、旧型からスタッドレスタイヤもそのまま使用できるのは嬉しいポイントですね。ホイールデザインもアメリカらしく可愛く仕上がっていますね。それではリア部分を見ていきましょう。はい、リア部分はこんな感じですね。まあ、今回の注目ポイントはこちらでしょう。この田んぼの田みたいなデザインですよね。かなり可愛いですね。ちょっと会社っぽく田んぼの感じを思わせる独特なデザインが印象的ですね。リア部分のパーツもまだ検討中なので、気軽にコメント欄で教えてくださいね。開発してほしいパーツを。あ、でももう一つ、さっきフロントコーナーガニッシュと同じくリアコーナーガニッシュというパーツがございます。こちらも3色ご用意しております。こちらのパーツとサイドガニッシュとフロントコーナーガニッシュを3つのパーツを同時に装着することで一体感を演出して、かなり高級感があふれるワングレードアップした感じになりますよ。結構おすすめなコーディネートでございます。ぜひ検討してみてくださいね。それでは一応フロントランプとリアランプをチェックしてインテリアを見ていきましょうか。それではレッツゴー。あ、ちょっと待って、あともう一つのカスタムパーツがございます。こちらに装着するパーツですね。バクトアガニッシュというパーツがございます。こちらも3色で、表面仕上げサテンシューバーとブラック表面3色ご用意しております。純正の塗装面に装着するカスタムパーツですね。ちょっと物足りない塗装面にアクセントって感じですね。装着も簡単で1ピースでパッと貼れるんですね。それではライトをチェックしていきましょう。
ゃあまずフソランプですね。これはフソランプですね。で、ブレーキランプです。で、ハザードです。で、バックランプです。バックランプ LED ですね。ケチ臭くないでよ、いいですね。では構造チェックしていきましょう。はい、じゃあまず普通はランプですね。これヘッドランプですね。で、右にハザードです。確かテイライトがオインカーになったんですね。結構おしゃれなデザインになりますね。で、次はハイビームです。よし、じゃあインテリア見ていきましょう、うん。はい、内装はこんな感じですね。見てください、結構デザイン変わりましたね。結構可愛くなりましたね。まあ、例えばこういったね、布素材を追加されて、こういったダッシュボードとかね、ちっちゃいチェックが入っててかなり可愛く感じますね。で、こういったね、収納もちゃんとあって、確かエアのグレートはこういった茶色のようになりますね。で、さっき言ったクロスターはあの黒になります。ということで、当店ではこういったね、純正のカラーに合わせて収納マットも開発しました。やっぱね、こういった純正のところはね、滑りやすくなるんで、例えばねこういった柿を置くときに絶対ね、運転中などで滑りやすくなるんですよね。で、滑ったら傷ついてしまうので、ぜひ当店が開発した保護パーツというかね、まあ、保護もあるし、ちゃんとね、分けて収納しやすくなるんで、ですし、かなり一石二鳥のカスタムパーツになります。ぜひ装着してほしいですね。純正のカラーとも相性抜群で、違和感なくドレスアップ効果もあっていいですね、そういったパーツは。そして、じゃあちょっとエンジンをかけて内装を見ていきましょう。かなり変わったので、このメーターの部分もかなりシンプルになって見やすくなりましたね。まあ、前体も見やすかったんですけど、もっと見やすくなりましたね。じゃあエンジンかけます。今回は右側ですね。ブレーキを踏んで、よし。で、この純正ナビもでかいですね。結構いいですよね、見やすく。しかステップワークの時に防弾式だったんですよ。でもね、多分分からないですけど、いろいろ空調というか、やっぱシフトちゃんとあった方が操作しやすいとかコメントがあったりらしくて、こんな感じになりましたね。でも個人的にもこういったね、シフトの方が操作しやすいなと思うんです。で、最近のホンダさん結構こういったデザインですね。もう全部集中して運転しながらいじりやすく、まあ運転中はいじっちゃいけんですけど、まあ操作しやすい感じになります。全部まとめてくれていいですよね、中心に。エアコンもオートですね、シングルですけどね。まあリアまだついてるんで、後でチェックしていきましょう。で、こういった可愛い素材いっぱい使われて、結構質感よくいいですよね。でもね、なんかこういった布素材か樹脂素材、まあしかないっていうか、これついていただけると結構嬉しいですけど、もうちょっと違う素材欲しいなと思って、当店ではこっちのパーツを開発しました。この純正樹脂部分に装着できるパーツになります。モニター下インテリアモールっていうパーツがございます。結構大範囲のパーツではないですが、分かる人には分かるドレスアップになります。個人的にはこういったね、さりげなくドレスアップが好きなので、かなりおすすめのパーツになります。で、こちらは2色をご用意しているので、同じくお母さんの好みに合ったドレスアップをご選択くださいね。次はフロントスアイユエアロ吹き出し口パネルっていうパーツがございます。こういったところを装着する仮想パーツですね。まあ、純正だとこの樹脂面もおしゃれですが、少しね、違う素材追加してもおしゃれだなと思います。ぜひ検討してみてくださいね。で、次にウィンドウスイッチパネルっていうパーツもございます。まあ、ウィンドウスイッチパネルは当店の定番パーツでございます。かなり人気商品ですよ。で、そしてシフトベースパネル、こちらですね。シフトベースパネルっていうパーツもございます。まあ、純正だとこういったツルツルの樹脂になるんで結構おしゃれですけど、こういった純正ピアノブラックと合わせてみて、かなりいい感じじゃないかと思います。ぜひ装着してみてくださいね。で、じゃあですね、フロントドアキックマットっていうパーツがございます。やっぱね、こういったところは乗降時に絶対ね、蹴ってしまうんですよ。まあ、絶対じゃないけど、僕みたいなおちょこちょい人は蹴ってしまうんです。なんでぜひね、装着していただきたいです。保護していただいて、まあね、こういった樹脂部分はね、蹴ってしまって白いのラインが入ってしまって、もうなかなか直せませんからね。ぜひ装着して保護していただきたいです。で、保護パーツで言ったら、あとこちらですね。保護パーツといえばね、やっぱ定番パーツです。当店のサイドステップ使
カフプレートというパーツがございます。で今回はいつも分けるんですけど、塗装面と樹脂面、今回はセットでプレゼントします。はい、ということで樹脂面もちゃんと保護して、塗装面もちゃんと保護してくれるパーツでございます。かなりお得なパーツですよ。でもちろんフロントだけじゃなく、リア部分もちゃんとね保護してくれるんです。こういった樹脂、でかい樹脂部分ちゃんと保護して、こちらはかなり踏むところなので、ぜひね、大事を愛車に装着して保護していただきたいです。中はちょっとチェックしていきましょうか。で中は、まあ、いつもチェックするほどライトあるかないか。よし、えい、あ、ないね。これは残念なポイントですね。こういったファミリーカーはお母さんたちとかよく継承するのに、そっつけてや、本当にちょっとこれはね、欲しいですね。で、助手席は、助手席は、あ、まあ運転席なかったら助手席もないと思うんで見方が良かった。で、まあ、今回のハンドル周りはこんなデザインですね。まあ、Nbox もこんなデザインでしたね。日本スポークタイプですね。最近のホンダさんは大体こんなデザインですね。まあこれも好みですね。個人的には3本スポークの方が好きかな。やっぱ見やすいというか、操作もちゃんとね支えれるというか、操作しやすくというか、2本だと少しこの辺は寂しいですね。手入れるんで。で同じくスイッチがここに貼って、で自動運転がここに操作できて、距離とかね、で音量とかここで調整する。これはかなり運転しやすいですね。で後部座席を見ていきましょうか。今回のうちのデモカーは6人乗りなんで、後ろかなり広くて、まあ広いというか、見てみましょう。乗り込みます。よいしょ。フロントは今のポジションは一番後ろに下げてるんですよ。それでも結構全然余裕あるんです。でシートもここで倒せる。あ、でもちょっと今後ろ立ってるんで、あんまり倒せんですよ。こんな感じで調整できるんですよ、ここで。で、さっき言った、見てください、こちら。こちらは吹き出し口がついてます。これはありがたいポイントですね。だってこういったミニバン系は後ろ結構ね、風は来られんっていうか、こういったね、吹き出し口があれば結構涼しくなりますね。うちのデモカーは最上級の EX グレードになるんで、ついてるんですけど、他のグレードはついてないですね。でもこれあったら結構嬉しいポイントですね。で、まあ、さっきランプちょっとチェックの忘れたんですけど、LED じゃない。ハロゲンです。残念なポイントです。で、確かこれは、純正でサンシェードついてます。よいしょ。サンシェードついてます。いいですね、これは嬉しいですね。で3列目を見てみると、今3列目なんですけど、やっぱちょっと窮屈ですね。結構やっぱ、今のポジションは真ん中は少し前に出してて、で僕後ろに座っとった、僕178センチなんですけど、結構きついです。まあでもこういったミニミニバンというか、まあもうちょっとスペースを欲しかったらもうゼブワゴンとか空いていた方がいいと思うんで、6人乗れて結構嬉しいポイントなんですけどね。で今は僕座るためにここの椅子を下ろして座ってるんですけど、で左側は今こんな感じでね、壁に引っかかって、この辺はラゲージスペースになるんですよ。結構広くなりますね。だからそんなに人乗らんかったら、まあ、荷物を乗せたい方は、まあ、5人乗りを選んで、かなりスペースがあるんで、ラゲージの、まあ、そっちの方がいいんじゃないかと思って、もう好みを選んだ方がいいですね。でこちらも紹介したいパーツがあるんで、ちょっと見てください。ラゲージの方見てください。はい、見てください。こちらはさっき言った感じでスペースがあるので結構広いんで、でもね、純正だとこういった布素材になるんですよ。でアウトドアが好きな方とか、やっぱね、ストローとか石とかこういった純正布に絡んでしまったら洗いづらいですよね。それはめっちゃ嫌ですよね。なので当然ではラケジマとラッパータイプを開発しました。しかもこの純正の穴に合わせて装着しても、この椅子を下ろして大丈夫です。干渉しないので、取り付けてパッと外したら洗えるですし、アウトドア好きの方には必須のアイテムじゃないかと思います。でさっき言った感じでサイドステップもそうですし、こちらはラゲージの入り口部分が樹脂素材になっているので、アウトドアじゃなくても荷物を押し時に
こういった樹脂部分に沿ってしまうと白い傷が生えてしまうんで、ぜひね、当時の仮想パーツを装着して大事な愛車を保護していただきたいです。でも純正形状に合わせているので、装着しても違和がなく、ドレスアップ効果もあって一石二鳥の仮想パーツになります。こちらは3色をご用意しておりますので、同じくお客様の好みに合ったドレスアップをご選択くださいね。で、マットって言ったら確かオプションで選べるんですよ。今回の新型フリートはシードバックテーブルっていうオプションがございまして、で今うちのデモカーはついてないですけど、選んでいただいたら付けれるんですよ。で、付けたらうちもそのシードバックテーブルのマットがあります。それも同じく、まあ純正だとちょっと樹脂面になるんで滑りやすくなりますね。それは装着することで滑り止め効果もあって、まあ、例えばやっぱ後部座席は大体、まあ、お子さんとかお菓子とか食うんですよね、とか、まあ、飲み物とか飲んだりで、こぼしてその嫌な汚れな のことは嫌ですよね。でそのマットを装着することで貼らんかったら取って洗えるんですし、ウェットティッシュとか入れて拭いてもいいですし、さらに手入れしやすくなる仮想パーツになります。じゃあエンディングしようか。あ、うん、ちょっと待って、もう一つのパーツがありますわ。ちょっと思い出しました。さっきフロントの時に紹介するのを忘れてしまって、ここですね。やっぱね、純正だとこういった、まあ大体車種そうですけど、純正だとゴム素材になって、当店ではアルミペダルも開発したんで、到着するとさりげない自己満足カスタムできるんで、しかもイメージもかなり変わるんで、し結構おすすめのパーツになります。よし、それではエンディングしよう。今回の新型フリートはデザインも性能も大きく進化していますね。個人的には新型フリートの方が好みかな。見た目もおしゃれで使い勝手も良好で、燃費価格も実用性も高く、まさに自体だと思います。当店ではこちら新型フリート専用カスタムパーツたくさん販売しているので、気になる方はぜひ概要欄にあるとか、こちらの車種に限らずいろいろ車種のカスタムパーツも販売しているので、そちらもぜひチェックしてみてください。チャンネル登録していただければ、あなたの愛車に似合うカスタムパーツやメンテナンス商品が見つかるかもしれません。通知ボタンも忘れずに、高評価もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。